こんにちは、モーターボートレーサーの上平慎二です。今日はですね、ボートレース宮島に来ています。練習のね、合間を使ってチルト角度について説明したいと思います。何がいいって、もう天気がいい、水面も穏やかで、まあ気持ちのいいとこですね、本当。すごいな。ね、水面も穏やかで、魚も泳いでますね、本当に。ね、チヌですね、チヌがいますね。のんびり魚釣りもしたい感じですね。ちょっと今日は潮が高いんで、ね、気をつけて練習したいと思います。からボートにモーターを装着してみたいと思います。エンジンを乗せてサムスクリューを締めます。レバーとエンジンがつながっています。こうつなぎます。で装着が完了ですと。チルト角度の調節はこのチルトアジャスターを使って調節します。今は、練習に乗ってきて今3度の状態ですが、定規を船の底に当ててエンジンのこことの隙間っていうですね、ここの隙間を測ります。今が1.8 とか 1.9 ですね、ほど空いています。これをチルトを0に変えてみましょうか。から0度に変えます。では0度で測ってみます。0度で測るとここの隙間が 2ミリぐらいになってますね。これくらい船のエンジンとの取り付け位置が変わってきます。チルト3度で乗るにはちょっと大きめなプレートに切り替えます。いつもはこの
マイナス角度のあるチルトアジャスターがついています。それをサンドがあるチルトアジャスターに交換して使います。マイナスだとどれくらいになるかちょっと違う船で見てみます。こっちのモーターはチルトがマイナスになってるんでちょっと測ってみます。チルトがマイナスだと逆に向いてます。もうこっちが隙間がさっきサンドだとこれくらいだったですけどね。サンドはこうか。チルトがマイナスだともう測れないです。逆になってますね。これくらいチルトの角度を変えると船とエンジンの取り付け位置が変わってきます。近藤デビューする5134広島支部大原義政です。新人らしい豪快なるレースをするので応援よろしくお願いします。
然ですが、チルト、マックスでの、映像が見つかりましたので、一緒に見てみましょう。この説はですね、あんまり出てなかったんですが、なんとかね、6号艇で優勝戦に乗ることができましたが、澤君がチルドサンドでこの説はもうすごい活躍をしてました。まあ、このままだとまくられて、ね、見せ場なく終了という感じだったので、朝からちょっと試運転をして、チルトをね、サンドに、僕もサンドにして試運転をすると、なんかちょっと伸び加減だったんでね、これならもしかしたら澤君についていけるかなっていう風になったと僕は記憶しています。陰線は1号艇の栄田、仕上がり万全とはいきませんが、巡ってきた高枠のチャンスは逃しません。6号艇で5番にしっかりスタートついていって攻めていくっていう作戦を朝からこっそり考えてたんですよね、これね。スタートだけ超合わせるのがやっぱり難しいんでね、ここにすごく集中したように思えてます。5コースは6号艇上平、地元の意地を見せますか。ここは1か8かのチルトさん。6コースは5号艇沢、チルトサンドでシリーズを盛り上げてくれました。最後も一撃が炸裂しますか。第12レース進入インコースから1番2番3番、ちょっと早めに仕掛けてね、ちょっと5番に合わすような感じで、やっぱりスタートしたらね、5番がぐっと伸びてきたんで ね、だいぶちょっとブロックしながら、そしたら僕もやっぱり伸びていったんでね、先まくりがね、成功してしまいましたね、これね。ここは5コースまくり解消。6号艇上平がトップに上がって早くもリード。2番手は4号艇金子のうち、2号艇1号艇とへさきをかけてくる、うん、スタートまあ、チルトですね、跳ねてましたけど ね、道中もなんとなくね、乗りやすかったですね。水面も結構潮がね、引いてるんで、まあ、そういうのもあったのかもしれないですね。後ろ3番5番4番と詰めてきて、3着争い接戦模様。3号艇が先取るも握ってかわす1号艇で爆弾に抜けまして、3番手取り切ってるのは1号艇。なんとこれが嬉しい、宮島初優勝ということでね。現在体勢は6番2番1番です。4番手以降は3号艇後藤と、今4号艇金子が並んで、最後方は5号艇の沢です。西の2マークトップで折り返す6号艇上平に続いていく1号艇、差し返す2号艇ホーム側に移り、さあここでは2番と1番が並んでの2着争い並走となってきました。レースは最終周回、さあここは1か8かのチルト3に入って臨みました上平。見事地元の意地を見せる先頭は3周1マーク上平が回る。2着争い抑えて先に回る1号艇にくるりと2号艇運びますが、ここは1号艇栄田が逆転浮上の2番手。体勢は6番1番2番に変わっています。涙でね、前が見えなかったんでしょう。前走浜野区からの連続優勝で、通算では24回目の V ゴールが目前。6号艇上平慎二、そしてここは待ちに待った悲願の地元初優勝を飾ることになります。上位の体勢、6番1番2番で間もなくゴールです。第12レース先頭6番上平、今優勝の5位、待望の地元初 V おめでとう。1番5輪、2番5輪、4番5輪、3番5輪、ラストで5番5輪。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ようやく11回目で地元初優勝、お気持ちは？ああ、そうですかね、え、よかったですよ、本当ね、泣きそうですよ、本当嬉しいです、ありがとうございますここやろ、油浮いてるけど、いいよ1、2、3。海開きだね、海開き。やったー。やったー。カメラに向かって。やったー。オッケー出ました。いかがでしたでしょうか。これでチルトの説明を終わりたいと思います。